今日午後、デジタル庁や厚生労働省などを訪問した河村市長。国がマイナンバーカードと健康保険証を一体化したマイナ保険証に切り替えるとした方針について、任意のはずのカード取得が強制的に取得を求められることは法治国家として許されないと強く反発し、河村市長は方針を撤回するよう岸田総理ら宛ての申し入れ書を提出しました。やっぱりちゃんと法律を出してちゃんと説明してですね、国民の皆さんやらないかんですよ。事実上そんなずるやっては。